今日の水戸黄門様は元衆議院議員で防衛政務次官をお務めでございました西村慎吾先生でございます。それでは高橋慎也さん、よろしくお願いいたします。どうも高橋慎也です。今日はですね、私はもうずっと、ある種のファンなんですけれどもね、全国にね西村慎吾さんファンってねものすごい多いんですよ。でそれなぜか言いましたらね、まず一つはねブレない、国会議員として人間としてね一番大事なのはねやっぱりね中途半端ななんかその美味しいネタでねすぐに自分の信念変えたりする政治家が多いですけれどもね、それとね西村さんすごいのはね初代議員みたいなね、意見をどんどんぶつけるんですけど、実はお父さんも有名な民社党の委員長をなさった西村栄一先生なんでね。あ、そうですか。そういう面ではね、まあ京大に入られておそらくもうちょっと早く卒業されてたらもうそのままお父さんの後継いで議員になっておられたんですけどね、弁護士しながら結局はお父さんと同じ道を歩まれたんですけれども、ただね、私はね2つのことをね皆さんに知っていただきたいのはね、今ね尖閣とか言ってますでしょ、でこれねほとんどの人がねあんまり見向きもしなかった、その時に尖閣は日本の固有の領土であるっていうことを訴えてですね、周りが止めても唯一国会議員として尖閣に立った人なんです、その勇気とかいうのはやっぱりすごいと思いますね、今だってねその尖閣がとか言うてますけどね、当時はあんまりね騒がれなかった。それをねまずね実行してね、みんなにね注目を、尖閣ってこういうことよっていうことを教えた先駆者ですよね、でねもう一つはね実はね当時ね拉致家族の問題っていうのはねほとんどのね政党はね無視してたんです、触れなかったんじゃないですか、ひどい政党になったらね、西村さんがその発言すればね邪魔したりする、そんな時代やったんです、その時にね唯一本当に一人でね黙々とね、拉致された人は気の毒やって言って立ち上がって、その時に同期のねその安倍晋三さんなんかと一緒に西村さんと始めたわけですよ。そうで党は違いましたけれども、一緒にされてたんですか。そこがすごいですね、それ本当は西村さんが自民党にいたら、西村さんが脚光を浴びてたかもしれません。本当ですね、だからそういうね自分が得意だとかそんなんじゃなしに、やっぱりね社会のため世のためにね本当にね邁進できる人なんです、とかね、そういう人はね選挙はあかんのですよ。というのはなぜかって言うたらね、媚び売らないから、頭下げないといけませんね。中途半端にね、僕はね中途半端にね媚び売って裏で偉そうにする人いっぱい知ってますけれど、ね、みんな誤解してるのはね西村さんってね長い付き合いですけどね、最初から今もです、全く変わらない。議員ってね珍しい、議員ってね通ったら変わる、そしてね2回3回4回やりだしたらね、もう自分が偉くなったよ、西村さんは本当に変わらないですね、だからそれが本当のね政治をする人なんですけどね、新藤さんやっぱり西村先生に対しては、僕はもう西村さん言ってますからね、初めて僕がお会いしたのが議員会館で、連れて行っていただいてお会いした時に、テーブルにねピストルやらねなんか刀、僕は福本清三って、キラレ役のね、役者さんと一緒に連れててもらったんですけれども、でもその時でもその時なんか取材しちょうど取材しはったと思うんですけどね、はっきりバンバンバンって物言わはるから、すごいと思ってね、
ただ言うときますよ、おもちゃですよ本物ではないんですそうか、尖閣とかその辺から来たら、そのもやもやきませんなそうですね、ついついイメージがそっちの方に行ってしまいますね、はい、いやでもね、やっぱりあのそういうことをやっぱりズバズバ本当に言ってもらえるね、先生がやっぱり必要なんですよ、はい、今のこの政治のね、中で。とか今ね、もう本当にね、悪い言い方したらね、小粒でね、右往左往して、うん、西村さんみたいに対人の負をちゃんと持ってるね、うん、政治家っていないです、うん、これね、決してね、褒めすぎじゃない、はい、あのね、それ以上にあの本当は国民のこと、社会のこと考えてね、大体あの時にね、誰もしなかったね、うん、拉致家族をね、周りみんな敵だらけですよ、その時にね、一人で立ち上がってやったの、うん、この勇気をね、僕はね、国民にしてほしい、はい、うん、殺されたかもしれませんよね、あまりにね、そう動いておられたら、そういう面ではね、うん、確かに立派な、うん、西村さん、あの時ね、もともとなんで関わるようになったんですか。それはね、今特定失踪者調査会の会長をやってる荒木和弘君が専門家なんです。で、彼がね、亡命した工作員が13歳の女の子を拉致したというやつを知ってると、はい、で、その拉致された女の子、これがもう成人になってるけど見たという証言をしたことを韓国警察が日本の警察に紹介したわけです。なるほど。で、日本の警察も日本政府も全く反応しなかった。なるほど。で、その子のことが拉致被害者だということを名が上がってんのに、日本が反応しなかったらその子の命は危ないぞと、証拠を消してしまうぞという焦燥感に駆られましてね、これは質問せないかんと。なるほど。取り上げないかんと。で、実名でやると、少女 A ではダメだと、うん、いうことで、横田茂さん、早紀江さんのご両親に実名でやることを承知していただきたいということを確認する作業。なるほど。この中で茂さんがね、少女 A ではダメですと、今まで20年間探し続けてきたけども何の手がかりもなかったと、ズバリ横田めぐみでやってくれと。なるほど。いや、決断された。なるほど、なるほど。この決断が、あの拉致被害者救出の国民運動を作るということにつながった。なるほど、なるほど、うん、そういうことをね、私はね、もっとね、マスコミはね、誰が一番最初にそれをしたかって、うん、それをね、全くね、無視しちゃうんですよ、でね、正しいことを正しいようにね、そのやっぱりね、伝えることが本当のマスコミのはずやのに、うん、こういうことはね、一番肝心なことやけれどもね、うん、なかなか伝えない、で、世の中に人権とかね、自由とか叫ぶやつに限って、うん、拉致被害者救出には無関心やったな。あ、分かります。これが戦後日本の現象です。分かります。自由だ、平和だ、平和だと、うん、平和と分かるけども、うん、横田家の平和とは何やと、うん、恵ちゃんを取り戻すことやないか、うん、そうです。このことを全く理解してない平和主義者はエセや、ね、うん、だから戦後は偽善者がね、議員になっとるわけですよ。そうです、本当そうです。ただ、ね、もう一つはね、僕ね、西村さんがもっとね、本当にね、バッチをつけてずっと頑張ってられたらね、はい、僕はね、尖閣も変わったと思います。うん、で、国をね、僕ね、いつも思うんですけどね、厳密にね、日本の国ってね、国家かなと思うんですよ。前も言いましたように、国家の一番大事なのはね、国民の生命を守りね、はい、財産を守るいうのが国家の基本なんです、うんうん、ところがね、果たして日本は、西村さんどうですか、これ国家の体なしてるんですか、根本的な。天皇陛下がおられるから日本は日本なんでしょう。あ、ただ今国家の役割をする政治が機能してるかって言ったらね、はいはい、これはしてない。なるほど。はい、あの、いずれ滅ぼされるこの状態やったらね。そりゃそうですよね、うん、おそらく。尖閣がかろうじて手出せないのは、うん、日本の歴史そのものにものすごい抑止力があるわけ。なるほど、なるほど。だからですよ、日本人本当になったら怖いと、なるほど、思っとるわけですよ。わしらはね、あんまり意識してへんけども、うんうん、
それはね、自衛隊の東日本大震災の時の自衛隊の状況等々を、うん、彼らは救援活動として偵察に来てるわけですわ、うんうん、自衛隊の時必死になりましたからね。そりゃそうですよね、で、あの話長いですけどよろしくか、いや結構してあのどんどん破壊された原子炉建屋の上空にホバリングして、はいはい、チヌーク CH47 が40トンの水を落とした、はい、あれを命じたのは金丸昭彦っていうね、第一ヘリコプター団の団長ですわ。なるほどなるほど。あの団長に対してアメリカの軍司令官はね、人の命を何とも思わないような作戦はするなって言ったんですよ。なるほど。しかし金丸は落とした、ね、言ってくれと。なるほどなるほど。だそれを見た中国の将官がね、うん、日本人は戦前戦後何にも変わってないなと。なるほど。簡単に命かけてくるね。なるほどなるほど。で次、うん、こう言ったんだ。もし日本に照準を当てて発射準備を始めたら、うん、日本人は確実に飛行機に爆弾を満載して突っ込んでくるなって言った、うん、なるほど。でから金丸団長から直接聞いた、なるほど、ね、この抑止力すごいですよ、うん、だからそのこんなこと言ったら日本以外やったらねバーってやってますよ。なるほど、ね、フィリピンやったでしょ、なるほど、ね、スプラトリート諸島、はいはいはい、でセーサーもやってるでしょ、なるほど、なるほど。あんまりそこは日本相手にしないでしょ。あ、確かに、あ、いっぺんやってみと思う、うん、あ、いっぺんやりよったら日本人変わるわ、うん、それはあるかもしれない。だからやっぱりこの日本の特攻隊の抑止力っていうのはやっぱりひょっとしたらあるかもしれませんね、うん、そうそう。このね、西村さんの意見ってね、単純なね、右翼やと取ってる人がいっぱいいるんですよ。そのようにね、単純な右翼ですよ、わしは。いやいや、また、いやいや、いや、それ嫌いです。単純な右翼はね、複雑な左翼だ。もうあの黒川局長が今ヒヤヒヤされてますけど。いやいやいや、そう、僕はね、思うんですけどね、ええ、今ね、そういうことを言える政治家が、うん、実はいてもいい時代なんです、うん、また いた方がいい時代なんです、はい、ところがね、みんなね、そういうことから逃げるんですよ、うん、ちょっと逃げた結果がね、おいおい、日本お金だけ取られて一体どうなってんねんって、うん、そのツケが結局国の、ね、生産力は世界で3番目やって、はい、とら国民一人一人の部分27番目ぐらいですよ、うん、低いですね。それでも平気でね、うん、自分らは幸せやねんと思えるこの日本人の何とも言えない体質ね、うん、これはいいか悪いか別にしましてね、やっぱりね、どっかで僕はそのもちろん左翼がいて、はい、中道がいて、うん、右があるっていう、これはすごくいいことは思うんですけどね、うん、したら国のことを思っていうことが全部右になって、はい、やっぱね、国益の本質なんやと思うんですね、うん、みんなが言わないことを堂々と言えるね、うん、このね、西村慎吾さんのね、ええ、本質っていうのはね、やっぱり私は、ええ、あの長い付き合いから言うわけじゃないんですけどね、ええ、変わらない、うん、ほんでね、面白いでしょ。あ、そうです、ね、個人的に喋ったり、まあ、社会の方なんでちょっと親しみがございますみんなね、実は野中先生も違う意味でみんな怖い人やと、うん、個人的に私ごっつい仲良かったから、本当面白い普通の人で、うん、西村さんなんかはね、もっとね、もう四六時中ね、もう国防やとかね、右の話ばっかりして、ほとんどしないですよ個人的には本当に楽しいね、朗らかなね、あ、プライベートではね、そう、いい人でね、ただそれをね、伝えるのが下手なんでしょ。うん、私ね、西村さん前にしてね、これひょっとしたら西村さん嫌がると思うけどね、はい、私ね、すごいな思ったんですよ。どういうところが、ね、なんてすごいなとある時にね、西村さんのパーティー出てね、うん、西村さんの優しさってここから来てんのかな思ったことがあって、うんうん、西村さんってね、弱者に優しい、その辺はある分、うん、野中さんと一緒、うん、あのね、ある時にね、西村さんのパーティー出ましたらね、はい、車椅子に乗ったね、はい、ものすごく体の悪い人がいたんですよ、はい、でもね、
こんな方も応援してはんのかと思ったんですよ、うん、席について、 もちろん円卓で西村さんと同じ席に座ってたらね、その方が後でね西村さんの横に座るんですよ、うん、そしたらね、ビール飲め何々食べえ言うて、うん、偉そうに言うんですよ、はい、西村さん、うん、それがね、その言い方がね、はい、ものすごくね、言葉はおい食べえって言いながら、うん、ものすごくその動作が優しいんですよ、うん、あ、選挙民やから一票やから優しいから違うんですよ、お兄ちゃんです、あ、実のお兄ちゃんです、うん、そら僕ねやっぱりね、実のそういうお兄ちゃんを見守りながらね、うんうん、子供の頃からやっぱりね、うん、ずっと来てはるから、うん、あの西村さんのお父さんのね、西村英一先生っていうのは民社党の方でしたけど、ね、はい、誰よりも福祉行政にものすごく、で、うん、力入れてらっしゃったんですね。それね、子供の頃うちの親父がね、うん、あの西村さんっていうのは俺は思想的にちゃうかもしれんけどね、うん、福祉のことをやるようになって、そのことはうちの親父がよう言ってたんでね、はい、でやっとそれ見てね、うん、なるほどなと、うん、なるほど、人間でね、やっぱりね、身近にそういう方がいるから、その人の本当の優しさとか、国民をどう守ったらいいとかね、弱者をどう守るかっていうね、やっぱり身近で経験したい。私25で死ぬ病になりましてね、今こうやって生きて2年前にやっとそのウイルスが消えて薬飲んで治ったんですけど、あのね、病気の人に対してね、若い頃ね、何ともなかったんです。病気になったらお前が悪いんじゃみたいな、そうですね、自分が25でね、治らん病気になってね、その時病人全てに対してね、優しくなった自分がね、うん、おりましたね、うん、やっぱりね、身近にいたり、うん、自分がなってみて初めてね、それは西村慎吾さんっていう人の本当の根っこの優しさは、うん、そういうところから来てるんでしょう、うん、それをね、西村さんね、はい、一言も言わない、もっとね、選挙の時にそれ言えばね、安物の政治家ね、それをね、何やぶしで使うの、西村さんね、なんでその辺は、やっぱり家族やからそういうことはかえって、あのね、国防は最大の福祉です。あ、それは分かりますね。国なくなったね。国防、うん、まず命を助けることや、うん、それはそうですよね。あの金を渡したりね、うん、言ってるけど、まず命を助けることやないかと、これが最大の福祉ですよね、うん、国滅んだら意味ないですね、うん、で兄貴のことを言わんかったのはね、うん、兄貴出しにしてね、うん、票を稼ぐうちのはね、うん、いやいや、ね、やっぱりね、ここがね、ここがかっこよさやね、ここがね、いや、西村慎吾さんの素晴らしいところです、でね、何してもね、西村さんってね、実は縁の下の力持ちなんです、それから国会議員としてね、一番向いてる人やと私は思うんですよ、その代わりさっきの話ね、兄貴出しにした俺そんな要請は、このね、美学というかね、これこそね、国会議員ですよ本当は、だから西村さんみたいにね、現実的な問題を捉えてすぐに動いて、一生懸命頑張ると、しかしね、日本人の大半はね、距離を置いちゃうんですよ、なんで距離を置くかしてますか、いやどうなんですか、本質の捉え方ができない国民になっちゃったんですよ、だから物の本質って何やねんって、さっきね、例えば今ほとんどの人がこれ聞いてる人でもね、いや国防って福祉とちゃうやないかって言うんですよ、けど逆に言うたら、日本が戦争に負けた後ね、どういう風になりました、沖縄の人どうなりました、というのは、負けるっていうことはね、本当にね、とら日本はね、国破れて三がありでね、中心伊豆って、日本はね、国が破れてもね、中心が生まれなかった国なんですよ、そうなんですね、だから本当に日本のことを考えるね、政治家が戦後ね、西村さんあんまり出てませんね、そうですね、アメリカとかね、そういういろんなところにね、気づくたり、なんかお金まいたり、それはありますけど、本当に国のことを考えたらね、アメリカ人が書いた日本国憲法の無効宣言するよ。ああ、そりゃそうですね。俺らが書いたんやないやないか。それは御所大臣に子供に教えられるかと思うね。そうですよね。
憲法って国の根幹ですから、はい、だからその辺の部分でね、僕らやっぱりドイツってすごいなもんね、同じように敗戦したのにね、彼らはね、平気で憲法変えるんですよ、はい、彼らは憲法とは呼ばなかった、ボン基本法って言った。あ、なるほどね、うん、だからこれは憲法ではね、うん、それはドイツ何遍も負けとるからな、うんうん、日本は初めて軍事占領されたから、う、ね、うん、確かにそうですね。僕はそういう面でね、今話しててもね、中にはねこれ聞いてる人でもね、あ、はい、西村さんの言ってることって本当やなと、うん、要は戦争に負けるいうことは大変なこと、たまたま日本は立ち直れた、うん、はい、それも戦前の技術力とか戦前の教育があったからね立ち直れたんで、うんうん、これからねそのゆとり教育なんかを受けたね、はい、世代が日本の中枢になってきた時にね、うん、ますますこの日本っていう国家をね、考えられる政治家が出てくるのかと本当に心悩ましますね、ぜひ新藤さんにも侍魂をどんどんテレビで、うん、だからさっきもねちょこっというまあおもてなしとかいろいろ日本ね、要するに何ですか、今の世の中ね、優しくしたらいいとかそっち がだけに走るんですよね、いやもう怒るときは怒る、ね、うん、そういうことがしたらダメとかね、何でもダメ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 ってなってきてるんですよ、世間の風潮が。やっぱりそこはやっぱりもうちょっと昔のいいところもね見習ってじゃやっぱりやらなねあかんと思うんですよね、うん、それをすることによってやっぱりもう少し変わっていくんじゃないかなと思うんですね。新藤さん見直しました、今日なんかすごく真面目じゃないですいや、それからその逆に言うたら西村さんってね、そうやって本当に身近で接したらね、はい、触発される人なんだ、さあ西村ファンになるでしょ。そうですね、なりますよね、確かにね。新藤さん確かあの、ラストサムライの、はいはい、あのボブ、はい、そうですね、福本製造さんとね、彼はねラストサムライで本当にいい日本のね、うん、サムライをやった、うん、はい、ああボブね、ボブボブって覚えてらっしゃるんですか、うん、今日はあのそのボブを最後の話で、あの次回に回しましょうか、はい、ありがとうございました。今日の水戸黄門様は元衆議院議員で防衛政務次官石村慎吾先生でございました。また来週もよろしくお願いいたします。お相手は高橋真也と新藤森信と寺澤奈々子と西村慎吾でした。